彼は高校生では当たり前の携帯電話を持っていないそうです。宮城で開催された NHK 杯初優勝を飾り GP ファイナル進出を決める。 GP ファイナルはソチ五輪会場で初めて行われる競技会になる。羽生選手は携帯を持っていない。初優勝したは羽生選手、多くの祝福メールが届いたかと思われたが、携帯を持っていないと答える。現代人の必須アイテムとなっている携帯電話を持っていないことが判明した。13から19歳の携帯電話の普及率は2011年末までの調べで 57.3%、 全世代の国民の約半分が携帯電話を持っている。スケートに集中しなさいという母の方針で携帯を持っていない羽生選手は、僕って性格的に流されやすいからスケートに集中するために持たせてくれないとコメント。何度か両親にねだったが結局断念した。羽生選手は携帯を使わないと勝てる？快進撃の理由の一つとして携帯電話禁止と明かす。集中力を高めるためにも今の方がいいと本人も納得している。2種類の4回転ジャンプ、トーループとサルコーを飛ぶことができる。